木戸、それから岡田、平田と大江さん来ましたけどね、はい、これはね、はい、やっぱりピッチャーが若いですからね、はいはい、激励にいってると思うんですよね、あの阪神はやはり去年なんかでもこういうところはこうやってきっちりね、間を取ってやってね、ピッチャーを楽にしてやってたんですね、はい、こういうところがあの見られますんでね、いいと思いますね。あ、そうですか、はいはい、それと意外とこういう後の初球っていうのは特に外人選手の場合は打ってくるし、ピッチャーの方はストライク欲しがる傾向にあるんでね、この間を置いたっていうのは非常にいいですね。まあ、逆に言ったらね、ブロハードはもうこの辺りで打たないと ね、はい、ね、成績もかなり悪いですから ね、はい、ブロハードというのは第一打席はなかなかヒットは出ないんですが、まあ、2打席目3打席目だんだんヒットは出てくるんですが、ピッチャーは1球出した1球を投げたカーブ打ちました、三塁線ファウルであります。ブロハードはちょっと記録を見ましたら、第一打席のヒットというのは8月の24日中日との20回戦で打って以来、まあ、第一打席は15打席ヒットがありませんで、今日もブロハード第一打席は空振りの三振、2回目のバッターボックスは一塁のファウルフライということで、2割5分6厘という低い打率ではありますが、まあ、そろそろヒットも出ていい頃でありますが、中田もここは踏ん張りどころでやります。6回の裏ヤクルトの攻撃、ツーアウトランナーが2塁1塁、2塁ランナー栗山、それから1塁ランナーは敬遠のフォアボールのレオン、バッターブロハード、ワンストライクノーボール、投球2球目です。ピッチャーの中田浩二セットポジション、2塁ランナーを見たバッターを見て第2球を投げた、カーブは高いボールで外れています。ボールカウントワンエンドワン、荒木も頑張っています。中田浩二もここは大谷さん本当にこう踏ん張りどころ頑張りどころになりました。そうですね、はい、まあ、今のブロハード見てるとインドにカーブを落として、はい、ツーストライクまで取って、で速い球いったらまず打たれないなっていう感じなんですよね、はいはい、ですからそのカーブが投げ間違い、今見たく今外に高く当てましたけどね、はい、外から真ん中に入ってこない、それだけ注意すればいいんですけどね。ボールカウントワンエンドワン、投球3つ目、ピッチャー中田第3球を投げたカーブ、ストライク入りました。2エンドワンです。2ストライクワンボール。やや真ん中じゃないですか。うん、いやインコースだと思うんですよね。はいはい、ブロハードの方が今のは待ってませんでしたね。あ、そうですか、このバッターはね、やっぱり山張りなんですね、意外と。2ストライク捉えてからでも山張ってる場合が多いですしね。はい、まあ、これでストレートの速いのいけばまず当たらないと思うんですけどね。はい、ボールカウント2エンドワン。6回の裏ヤクルト、2アウトランナーが2塁1塁。